皆様こんばんは。新移住者委員会 JNIC の高林美希です。月1回の割合でカナダ日系社会145年史を学ぶセミナーの今日は第10回最終回です。今日は戦後移住者から未来世代へと題して私たち移住者に関する特集です。JNIC 新移住者委員会は全カナダ日系人協会 NAJC の参加に昨年設置された戦後に日本から移民してきた人たちの集まりです。この会の目的は、単に新移住者の間での相互理解とつながりを深めるだけではなく、すべての日系人同士の連携を強め、世代を超えて広く呼びかけて、より良い社会を作り上げていくために力を合わせてやっていこうというところにあります。 誰もが気軽に参加できる座談会や日経史を振り返る歴史セミナー、遠隔介護ネットワーク、インターカルチャラルマリッジシェアリングサークルなどの活動を通して日経コミュニティのつながりを強くしていこうと願って活動をしています。参加にあたっての注意事項がございます。マイクはミュートでお願いいたします。 ビデオカメラはできるだけオンでご参加ください。質問はなるべく簡潔にチャットボックスに書き入れてください。録画、録音、撮影はご遠慮ください。講師はいつものように田中裕介さんです。ゲストコーナーはご覧のように、モントリオール、トロント、バンクーバー、そして横浜から5人の方をお招きして、 1>, 1人10分ほどのトークをしていただきますその後に質疑応答に入りますが録画の関係上全体を90分に限っておりますただ今日は最終回ですので90分で一旦閉めてから5分ほどの休憩を挟んであとは30分ほど残りたい方は残って今後のセミナー継続について自由に座談会をしたいと思います それでは田中さんお願いいたします。はい、こんにちは田中です。よろしくお願いします。えー、今日は僕がランドアクノアレジメントを担当いたします。トロントの先住民コミュニティに関して言えることは、このカナダ最大の都市には各地から先住民が集まっており、彼らは居留区の先住民に対してアーバンインディジェネスピープル。 都市の先住民と呼ばれており市内の集合住宅などに住んでコミュニティを形成している人たちもいますまた各大学には先住民の学生会もありますここにお見せしたしているこの写真はちょっとショッキングですね女性がハンマーを振り,振り上げて地面に横たわっている銅像に向かって振り下ろそうとしていますこれが何を意味するかというとう 2021年に BC 州のカムルプスで起きた事件と関係があります。カムルプスのレジデンシャルスクール、学校の跡地の地中から215体の子供たちの遺骨が発見されたのです。カナダでは2015年に連邦政府からトゥルーズ・レコーイン・レコンシレーション、真実和解に関する報告書が提出され、それに基づいて和解のための 政策がなされてきましたけれども、えー、があこのカムルプスの全寮制学校を運営していたカストリック教会は、子どもたちがなぜ大量に死んだのか、なぜ正式に埋葬されなかったのか、なぜ記録さえ残っていないのか、全く説明せずに、ただディサピアー消えてしまったのだと説明を回避しています。このの事件の後 カナダ各地で見直しがあり、えー、他のところでも埋められた遺骨が発見されました。そこでこの写真のように、ライアソン大学の創立者、エガートン・ライアソンという教育者が攻撃の的になったのです。この全寮制学校の制度は、19世紀中期に、えー、先住民の子供を強制的に修行して教,せ教育する制度とと,として教育者 ライアソンが考案したとされていまするとたちまちライアソン大学構内に立っていたエガートン・ライアソンの銅像が赤く塗りたくられて果ては大勢で引き倒さ,れる倒されて写真のような無残な姿となったのですそして結果として1年後にはですね大学名がライアソンからですねトロントコスモポリタン大学 に名称変更されたのですこのようにカナダ政府は今も残る植民地主義こ,このニアリズムの残滓の実態を調査し先住民コミュニティとの和解政策を強行しておりますがこれからもこの脱植民地化、えー、でコロナイゼーションに向けた努力はなされなければなりませんカナダは先住民たちが住んできた土地に フランス系英国,英国系住民が入ってきて自然資源を搾取してきたわけですけれども我々移民もです、ね、彼らと同じ入,入植者セトラーの一員なのですですからカナダ市民としてこういったカナダの過去に対しても責任を持つことになります、えー、言い換えるとカナダ史や日系史を学ぶことは自分の立ち位置を認識すると いいうこととに尽きると思います具体的に言うと一人一人が自分の責任において自分がどう先住民問題と向き合っているのかをこの場で言葉として発して行動に移すことが「ランドアクノレジメント」だと思いまますすこれを、えー、続けたいいと思いますさて今日の本題に入ります。 過去9回を通じて、ほぼ時系列で日経カナダ市を見てきました。1回目の、えー、長野万蔵と、あ移民第一号とされる長野万蔵と、その、ま、あ松江5世代までを追跡して紹介しました。えー、そして飛んでいきます、えー。スティーブストンを紹介し、バンクーバーの日経コミュニティの出来方です、ね。ここでもって、 えー、1894年に移民してきた遠慮三之助さんの日記などを紹介しましたそれから二世の時代二世が生まれ育ってそしてバンクーバーあ朝日チームに入っていくとそこで活躍し始めるということでした、えー、それから日系社会とこ第二次世界大戦その時にその前にですね、えー、BC 州のサレー えー、ポートハモンドヘネのイのいちご農場、えー、ヘネイ農会に関しても、えーえー、発表がありましたそれから戦中疎開中の人間模様とあ分散定住、えー、日系カナダ人それから日系アメリカ人の移動とそれから運動運動中での運動ですね集団移動の運動を,を指していますけれども こういっったた運動もあったと。それがまあ言うならば人権運動のが始まった時と言えるかもしれません。7回目、えー、戦,後戦後どのようにして最,最高日系コミュニティを作り上げていったのかということですけども当同時に1910年の雪れ事故その記録の継承から始まってですねそれをどんどん積み上げていって。えー 非常に大きなデータに、えー、こしらえている,るという人がいらっしゃいます、えー、この記録の継承というのはこれからですね4世5世たちが自分の祖先をたどるときにどうしてもこれは必要な情報になります非常に大切な情報だと思いますそれから八回目8回目リドレス運動、えー、と政府との合意、えー、そこで影達夫さん がその戦後移民としてです、ね、どう関わってきたのかどうや、どのような貢献をしたのかということを語っていただきましたそして9回目、朝日元朝日選手の検証、ね、と次世代の検証。つまりこれが 今ですね、9回目飛んで9回目朝日チームが残した遺産を3人の研究者が各々の視点から解説,解説してくれましたこれによって朝日チームが今もこれからも日本とカナダをつなぐ橋渡し橋渡しとなっていくだろうということが見えてきたと思います僕が日経紙を語るときにいつもこだわっているのはカナダ誌とそれから日本史が交錯するところに移民が生まれて 絶えず往来して日系,日系カナダ史は日本史の一部でもあり同時にカナダ史を構成している重要な部分でもあるということですそして日系史を俯瞰した時に見えてくるのは、えー、いわゆるブリティッシュ・コロニアリズム英国植民地主義の統制下で日系コミュニティが他のエスニックグループと同様にです、ね、人種不平等の下で元で 生きき続けてきたとということです一方日本は明治元年以来移民をハワイ北米南米東南アジアに送り出しながらも同時にアジア諸国に対しては台湾朝鮮半島を植民地化しその主府を東南アジアそれから中国大陸へと伸ばしていきました。つまりとところ、日本はカナダ、米国をひな形として同じ 植民地主義ア、ね、アジア諸国で行実行ししようとととてきたと、えー、言えると思います。植民地主義と人種差別はこの2つは一国による市民支配体制覇権主義にとっては不可分で一体のものだと言えるでしょうその結果が真珠湾攻撃とそれに続く戦中戦後の、えー、米国カナダの日系人の歴史となったのです そしてリードレス運動は日系コミュニティが他のエスニックコミュニティとそれに加えてカナダ先住民コミュニティが連帯してカナダの植民地主義に挑戦し和解に達した稀なケースと言えると思います。えー、以上簡単な僕なりの総括でした。これを踏まえてこれからの日系社会と戦後移住者の移住者が今後どうなるのかどうあるべきかを 語っていただきたいと思います。各地から各地から5人に5人の方にコメントをお願いしました。まず最初にケベッシ州モントリオールから佐伯陽子さんにお願いします。佐伯さんいらっしゃいますか。はい聞こえますか。はいはい聞こえます大丈夫です、はい、OK です。よろしいですか。 はいちょっとお待ちくださいはいちょ紹介させてくださいえきよこさんえー、あの大丸は東京ですけれども父の仕事で仙台福岡疎開、えー、出さっていらっしゃいます、えー、三条にもいらっしゃいましたね小城さんの故郷です、えー、それから武蔵野音楽大学を卒業した後あピアノ専攻でしたけれどもそれから、えー、ポーランドのワルシャワでしたね、えーはい、に留学出さっていらっしゃいます。 1970年,年にカナダ移住、モントリオール日本語補修校で、えー、も教えてらっしゃいました、それから1988年頃から、モントリオールブルテンに関わり、2007年に渡辺茂さん、えー、懐かしい名前です、亡くなりましたけれども、ね、幾二世の方ですね、その後を継いで、日本語編集を担当をなさって現在に、現在に至っていらっしゃいます。それじゃあ 崎陽子です。日系コミュニティ向けに日英両語で発行されているモトリオールブレテンの日本語版の編集をしています。まずケベック州についてお話して、その後に日系コミュニティの歴史について話します。ケベック州は他の州とは異なり、公用語はフランス語のみです。現在は CAQ、未来のケベック連合の政権下にあります。 ケベック州は1976年に PQ、ケベック党が政権を取って以後、1980年、1995年にカナダ連邦からの独立の可否を問う人民投票を行いましたが、否決されました。現在は州法96号により、今年6月からフランス語の強化が図られ、 事事務務所などででの事務はフランス語で行い、政府のサイトはフランス語のみただ人命に関わる医療の面では英語の使用が許されていますが保健所へのの連絡はフランス語のみになっていま,すまた州は東京にケベック州独自の在日事務所を持ちフランス語と日本語で事務をしています。 その次に、あのすごい出ていますが、ケベック州の人口は2023年の推定で8,800万人、ケベック州が55万4,000人、モントリオール都市圏で430万人です。つまりケベック州の人口の半分がモントリオール都市圏に住んでいることになります。日系人は7,460人。 在留法人は3,759人になっています。かつてモントリオールはカナダ第一の都市であり日系企業のカナダ本社が所在しましたが現在日系企業は14社のみです日系の施設はモントリオール日系文化会館 JCCCM があり 集会場のののほか日本語嵐大そ文化活動に使われていますまた片岡京子水部綾子の2人が当時モントリオール大学に派遣されていた日本の国立国会図書館の司書だった加藤典弘さん天陽さんともいますが後に評論家として活動した方です。 の助言に従い設立した図書館もあります会館の活動としては毎年のバザー祭りジャポンの祭りなどの行事が行われてきましたがコロナ禍により中止され最近少しずつ復活しているところです。日系文化会館の持ち主であり戦後の日系人の中心でもあったカトリックミッションも今年4月に閉鎖され モントリオール仏教会も建物を売却して、現在は日系文化会館で3ヶ月に一度程度の法要。モントリオール日系人合同教会も、日本人の信徒は一人のみで、フィリピン人の教会になっています。では、その次のスライドお願いします。はい、どうも。はい、今回はモントリオールのこれまでの歴史の概略を、 モントリオール日系カナダ人史研究会モントリオールジャパニーズ・カネリアン・ヒストリー・コミティが1998年に発行したガンパルに従ってたどってみますがモントリオールには戦前からわずかながら日系人がいたことを述べておきます。これは日系委員会が 古い写真の人名を2002年頃に調べて分かったもので、イヌ衣トイフクの研究家、ベッティ・コバヤ・システマンが、ノートルダム通りにミカサという日本の絵画骨董などを売る店があったことを書いています。また、ブレテンには、マンゾー・ワイという名の醤油などを売る店の広告があり、 最近、吉田万蔵の孫との連絡が取れています。頑張りには、はじめに戦前戦中の強制収容と資産の没収、戦後の強制召還などが書かれていますが、この部分は省略します。次に、戦後にケベックに移住した経緯が語られています。当時のモントリオール市を、 カミリエン・ウールの発案で1946年9月以降モントリオール市から約90キロ離れたファーナムに日系人の家族300人が戦水中はドイツ人を収容したその後モントリオールに移り住みましたが今もファーナムに住む家族がいます。 現在どこに日系人の誰が住んでいたかを特別委員会が調査中ですモントリオールに移住してきた日系カナダ人は固まっては住まず任意の場所に落ち着いていきます就職口はユダヤ系の全員関係の会社が大きな雇い主でしたそのおかげで野学に通い 学位を取って新しい分野の職業に就いた方も多かったようですまたケベックの宗教界は日本との結びつきが長く日系人への援助も手厚いものがありましたケベック州政府は富士山の影に咲く白雪日本におけるケベック人百年史という本を1998年に刊行しています 日本の各地に設立されたミッション系の学校戦後の孤児収容施設などが語られています。モントリオールではこれはから社んに関係ある方ですが聖公会のパールス・ボクシー家やクリストロワ修道女会のマザー・セト・ピーター外国人戦教会のクロード・ラブレック神父 ギリズック神父などが未知の土地に移転してきた日系人たちに手を貸し生活が立ち行くようにしたことが特徴次の世代のござい、はい、時期に賛成が生まれ徐々に世代の交代が行われてきますこの間ギリズック神父が 現在の日系文化会館の地に教会と文化会館を有する建物を建てます。仏教会はセントアバー通りにお寺を開きプロテスタントはモントリオール日系人合同教会を作りやがてサンパニュールの通りに自分たちの手で教会を建てるに至ります。そうした中でモンントリオールブレテンが 1946年から広報の役割を果たしていきます始めた頃は英語はタイプライターを使い印刷は当社版写真はなくて手書きの絵が入り日本語はステンシルに手書きされたものです今はコンピューターを使って印刷版と電子版を発行していますがすべてボランティアの手になるものです 一方70年代には戦後移住者が増えてきます日本政府からの補助金と府警による授業料により毎週土曜日のみの日本語補習校が開設され学校法人の日本語センターも開設戦後移住者のコミュニティが形成されましたモントリオールの場合戦後移住者と日系人はかなりの接触がありますが 日本から来た短期滞在者たちと日系人とはあまり接触がないのが現状です。頑張りの最後の章はリドレスに関する内容です。ブレテンがリドルス運のキャンプマインを行っています。中でも心に残るのは、一世の木戸茂さんがオタワ政府への抗議デモに参加するよう、手書きで 長い間、老いた日系カナダ人は、保証問題につき沈黙を守ってきました。今回、カナダ政府に対して、戦中、第二次大戦中、私ども同胞が、非人道的な待遇を受けたことを、是非するのが目的であり、これは私ども最後の機会であります,と訴えています。そして最後に、リドレス合意の書類と、 無償金の人が記されていますモントリオール日系文化会館はこのリドレフ資金4万47万5,000ドルをもとにカトリック大司教区から建物を買い取ることができたのです <laughs>。最後に辻慎一の序章「日系カナダ人」に触れて結びとします。 これは文化人類学者の木戸慎一が紛れ大学の研究員として滞在中に起きたリドレス運動を序論に据えてリドレス座談会に登場する一生たちは滋賀県出身の落合恒田口文子高橋源一さん福岡県出身の木戸茂さんです。 高橋さんは道路キャンプ田口さん木戸さんは入バ場へ田口さんはしめ,めに落合さんは息子の幹雄さんが必ずダ人なのに不当な扱いをすると抗議したため捕虜収容所に送られ下の娘は日本滞在中上の娘は収容所の子供たちの牧師としてもみき自分が一人。 と大変な目にあったと語っていますそしてリドレスが達成された喜びが語られていますがいくつか引用します落合して2世3世に望むことは常に真面目で与えられた持ち場を忠実に陰ひなたなく働き良きカナダ市民となっていただきたい田口さん みんなが一生懸命奮発して団結して息子なり孫なりの中から政治を盛り立てていくような立派な人物を日本人社会から出してくれるようにという希望を抱いております。木戸さん自分がオタワに行って抗議したが一方では知らん顔の人もいたみんなの考えを一つにしなければ三世四世に渡すことができん。 高橋さん、一般的に言うたらあれだけの金をもらえたら日系人全体のためにはいいことやととしながら苦難の過去を振り返って自分としては当たり前だともっと払えとというふうに言っています複雑な思いが伝わってきます最後にブレテンに長い間関わってこられたレイ中島に触れたいと思います例中島さんは 夫で公認会計士のキム中島とともに、自宅を開放してブレテンの発行に関わっていました。キムさんが直腸官で倒れてからは、発行責任者として編集・印刷にあたり、プレテンが日経文化会館に事務所を移してからも、2006年に亡くなる直前まで仕事を続けた方です。 デイさんは日本的な母親のしつけを受けて育ちましたが反抗心から日本語は学習せず親に知らせず紛る大学で学でんだりしています。教育という点では2世は1世の犠牲だったのかもしれませんが後には美術も学び日系人のさまざまなグループに関わっておりデイさんの隠された部分がこの本の中で語られています。プレテンの編集は、 英語版は2017年からライン・イタクラが編集し、日本語版は私が2007年から担当していますが、コミュニティの縮小や SNS の時代の流れの中で、今後も形を変えていくことでしょう。日系人と戦後移住者は良い関係を維持していますが、次の世代にもっと期待したいと思います。日系文化会館の現在の会長は、 戦後移住者の次世代の一人です。日系文化会館のコーディネーターも戦後移住者です。図書館はまだ戦後移住者たちが関わっていますが、どうなりますか。今は無関心な人たちも、時間が経てば日系人との関わりを持つのではないでしょうか。以上です。はい、佐伯さんどうもありがとうございました。ありがましありがとうございます。 モントリオールブルタに非常にクオリティの高いコミュニティしコミュニティの機関紙です、えー、機会があったらこれデジタル版もありますからお読みになるといいと思いますさて次河井さん、えー、次トロントから河井新一郎さんに、えー、出席していただきました、えー、お忙しいところどうもありがとうございますあどうもよろしくお願いしますよろしくお願いします東京東京出身でいらっしゃって選挙にはい。 年に体移住してきしていいらっしゃいます最初はバンクーバーに住んでいらっしゃったんですね。ですから当時の1970年代の日経100年祭この盛り上がりを体験していらっしゃるということですけれどもそれからトロントに移って翻訳通訳戦前から続く大陸日報の流れを組む大陸時報岩崎りきさんですねそれからカラダタイムス ハリー・タバさんのが社長でしたの新聞記者もしていらっしゃいました1984年に翻訳通訳出版,関係出版会社異文化コミュニケーションズを専門とするジャパンコミュニケーションズを設立なさって1990年から11年間森健三さんの後を継いでニューカネディアンズ新聞を発行し最後のパブリッシャーと。 なった方です。し、えーえー、てみると川井さん来年はジャパンコミュニケーションズ、えー、せ、えー、誕生40周年をおお迎え<ー><と>そうですねはい確かに、えー、し老舗の創業者でいらっしゃいます川井さん、はい、お願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、とですね、えー、まあ三つあのまあお題というのをいただいたんですがまああのまあ最初に、えー、ちょっと えーまあ、日系メディアのお話をさせていただきたいと思います、えー、私はあの国際交流基金を辞めて、まあ、その後と、えー、1年ほどあの南青山にあるあの豆腐屋で働いてたんですね、まあ、それがそれを終わって、えーまあ、一応留学っていう名目で、まあ、バンクーバーにやってきました、まあ、その3年後にあのジャズミュージシャンだった弟と一緒にあのトロントに車で代理講談してきたんですが、まあ、弟の方はあはニューヨークに行きました でとにかくあの生活費を稼がなきゃいけなかったんで、まあ、大陸時報というあの新聞があるのが分かって、えー、そこに行って、ですねどんな仕事でもするんで、働かせてくださいというふうに頼んだら、えー、これ翻訳できるかって、あのーまあえー、そこのあ背の高い方に、えーまあ、短い英文の記事を、ハリー・タバさんです、えー、短い英文の記事を渡せたんです。それでまあそれれで翻訳しして渡したら えー、その多場さんから明日から来いよと言われて、まあ、それでまあ翻訳者としてあの最初雇ってもらいました、まあ、その後あの取材なんかもしあのさせてもらうようになって、まあ、当時まだ元気だったあの日清日系一世の方のあのライフストーリーを聞いてあの記事にしたりとか、まあ、そんなようなことをしてました、まあ、その当時はまだあの岩崎あのー 緑さんんの方は健在だったんですねあの旦那さんの方は亡くなったんですけども、それでまああの特に何もすることはなかったんですけど、<laughs> 毎日あの会社に通ってきて、で私を捕まえて、その昔のおもしろおかしい日系社会の話をたくさん聞かせてもらいました、まあ、そういうのもあって、まあ、非常にあ面白いなとあの、戦前の話ですからね、なかなかあのそういうことを聞く機会がなかったんですけども、あのその方から直接話をいろいろ聞きました。 まあその後、11年にわたってまあラ,イライバル新聞、まあ、いわゆるあの大陸地本のライバル新聞だったニューカナディアン新聞の発行人の仕事をするんですが、まあ、その経過はです、ね、ある日、森さんから電話がかかってきて、えー、私はあのニューカナディアンの最後の発行人になりたくないので、えー、新聞を引き継いでくれないかという話だったんですね、でまああの新聞にはとても興味があったんで、ぜひやらせてくださいということで。 私、あの今、73歳なんですけども、森さんもだいたいそのぐらい、また、もしかしたら70の後半ぐらいだったかもしれません、あのそういうふうに覚えてます。で、まあ、当時の新聞のことをちょっとお話しすると、今では考えられないことなんですけども、一つ一つ、活字を拾ってたんですね、えー、その長年やってる人が2人ほどいて、まあ、その人たちが一時一時こう拾っていくんですよ。であの広告なんかも えー、例えば JAL の広告なんかあの、鉛をなんか流して、型に流し込んでこう作ったりなんかしてて、まあ、すごいそういう時代だったんですよね、それで、あのえー、日本の記事はですね、えー、ニューカナディアンですけどもあの、朝日新聞の記事を使わせてもらってました、これはなんか長い付き合いがあって、昔からそういう,こうしきたりになってたみたいで、えー、それからあのカナダのニュースを翻訳したり、それから日経社会のニュースを、まあ、掲載したんですけども、 えー、ちょっと、まあ、あの今、朝日新聞のことをちょっと話してて、あ,のあれしたんですけどあの、うちの実はあの祖母、祖父ですね、あのおじいさん、あの父方のおじいさんというのが、朝日新聞の記者をやってたということなんで、なんかそんなところにもなんか関係があるのかなと、今、思いました、えー。で、一つ大事なことなんですけども、このニューカナディアン新聞っていうのは、あの日英のバイリンガル新聞なんですが、えー スタートしたのが年だから戦前ですねそれで、あのこれはです、ね、あのカナダ生まれの日系2世の人たちが、英語で、えー、自分たちの意見を述べたり、それから情報交換したりするために生まれた新聞だということです。あのそれをまあ引き継がせていただいたということで、まあ、私はあの日本語の方をやって、まあ、英語のセクションというのは、またあの別の,あのチーフエディターが行ってあの担当したんですけども。えー 日経誌の,です、ね、あの研究をされていた、新保充さんという方がいるんですけども、その方も亡くなりましたが、えー、彼が書いたあのカナダのに日本語新聞、えー、民族移動の社会史という本があるんですが、その中にです、ねえー、いずれニューカナディアも廃刊になる時が来るだろうということが書かれてあったんですね、でその時はまだ私、発行してたんで、えー、冗談じゃないとあのの、自分は続けるんだというふうに思っていたんですが。 えーま、次第にですねあの、1世の人が亡くなっていき2世の人ももう60代70代になって購、まあ、読者がほとんどいない状態になってしまったんですね、まあ、そういうことで、えー、2001年に、まあ、この新聞をあの私が、まあ、最後の発行人として配,配管することになりました、えー、やはりあの新聞にもですね、人間と同じ歴史と寿命があるんだと思います 2世の声として戦前に生まれ,生まれるべくして生まれてそして2001年にその生涯を閉じたのがニューカナディアンです、えー、次に、えー、私あのバンクーバーとトロントを両方経験しているんですけどもその当時のことを少し聞きたいという話だったんで、えー、バンクーバーで,です、ね、最初の3年をあの過ごしたわけなんですけども1975年から78年9年かかるか4年ぐらいになるかもしれないですね えー、その頃っていうのはあのヒッピー前世の時代で、まあ、非常に自由な空気に満ち溢れていました、えー、大学はあのバーナビーというところにあったんですけども勉強の方はもうそっちのけでほとんどあまり真面目にしないで戦前、まあ、からの日系コミュニティの中心地だったパウエル街の,あの端っこの方にあった、えー に家があったんですけども、そこにまあ日本から来たヒッピーの若者とかカナダ人の若者が一緒に住んでた家があったんですね。まあそこにまあいつの間にか住み着いてしまったということです。でこの家にはあの非常に面白い家で、えー、グリーンピースの活動していたカナダ人の若者がいたりで、そこに実際住んでたんですね。それからカナダの先住民の夫婦がいたり、えー、それからあの日本からですね。 水俣、えー、病患者の救済に一生を捧げたの川本さんという人がいるんですけどもその人があのカナダでもあのオンタリオなんですけどもあの先住民が犠牲になったあのカナダ水俣病があって、まあ、その視察に来たんですね、まあ、その時の彼の言葉がすごく忘れられなくて彼が暗い顔をしてそのバンクマンに帰ってきていや私は信じられなくなりましたってでですかって私が聞いたらいや、あのー、日本の水俣病の人たちはまだその なんとか生きようという気持ちがあるんだけど、その先住民の人が、からそういうその生きようという気持ちを感じられなかったと、私は非常にショックでしたということを言ってたのをすごく思い出します。で、えー、それ以外にですね、まあ、スノーモビルでカナダを横断してきたという若者が、あのもちろん日本人なんですけれども、この家に泊まったんですね、それで、洋館を見たら、どこかで見たことあるなと思って、話してみたら、実は。 えー、同じ中学校時代の柔道部の仲間だったんですね、それで、まあ、その彼とはあの、彼しばらくいたんで、一緒にあのキャンプをしたりとか、釣りに行ったりとか、そういうことをしました、その他アーティストとかですね、金沢で味噌作りをしている人とか、奄美大島出身のプロボクサーとか、まあ、いろんな人に出会いましたあの非常にあの、えー、なんていうかまあ今考えると楽しい時期でしたね。 えーまあ、今でもあると思うんですけどそのすぐそばに、まあ、パウエルの,あのヘイスティング通りだったかな、えー、隣,隣組っていうあの日系のドロップインセンターがあって私はそこにも入り浸ってました、えー、一世の人とあの囲碁をするのが目的で私は囲碁が好きだったんであのよく行きましたで彼らから、まあ、その囲碁をやりながらいろんな話を聞いたりそれからボランティアであのパウエルフェスティバルの手伝いをしたりとかそういうことをしましたあのちょうどあのさっきも話で 出てましたけど、まあ、日あ100周年を祝うあのパーウエルフェスティバルがあって、まあ、私もあのスイカ売りのボランティアをしたんですけどもそこにですね、あのトロントからやってきたあのテリー・ワタダさんとかケンノマさんとか、まあ、そういう人たちが中心になっていた日経3世のグループが来て,出て、えー、まて彼らと知り合いになって、まあ、その後あのトロントに移ってからもあのこの3世のグループと一緒にまあいろんなイベントをしたりワークショップを開催したりとかそういうことをしました。まあ、しか西海外に比べてまああの、 トロントはどんなとこだろうということなんですけど、トロントはまあ何かで成功してやろうというようなまあ、いろんな人が競い合っている場所という感じだと思います。この20年ぐらいでほとんどあのまあ、本当にとんじゃなくて、本当にあのトロントはあの多様化がますます進んで、まさにあの世界中の人がここに集まっているという感じです。まあ、こんな多様な社会でありながら。 まあ、暴動なども起こらず、まあ、人々が自分の夢を実現できる可能性を秘めた場所という意味で、まあ、にも珍しいいい場所なななんじゃないかなと思います、えー、そしてあの今後の未来について何かコメントありませんかという話だったんですが、えー、次,世次世代に期待すること、えー、ですがあ基本的にあの100年以上前にカナダにやってきた円乳さん にしても、それから半世紀前にあのカナダにやってきた。私、あのどっかに共通点があると思います。新しい世界で自分が何ができるか試してみたいというようなまあ、好奇心と冒険心ではないかなと思います。まあ、これはあの日本の会社を辞めてですね。最近、あのたくさん来ているあのワーキングホリデーでカナダにやってきてまあ、そのまま移住することになった。さあまあ、最近の人にもあの同じことが言えると思います。 えー、今の若い世代の日系人がですね、これからの未来を切り開いていくわけなんですが、けれども、まあ、戦前に比べての社会状況はあの格段に良くなっていると思います。えー、カナダは若い国で、まあいろいろなしがらみもなく、さまざなアボチュニティが存在すると思います。えー、特に、えー、日本というまあいわゆる色紙からはみ出したまあカナでカナダにやってくる人たちは。 えー、みんなまあ大きな可能性を持っていると思います。えー、まあ私の心情というかまず行動してみましょう計画を立てたり準備をしすぎたりしないでまあとにかく、えー、動き始めるということを結構大事じゃないかなと思います。えー、明治時代にあのやってきた円融さんも同じだったと思います、えー。まあこのような環境はまあ非常にあの良くなっているとは思うんですけれども私は同時に あのカナダの歴史の汚点になっている戦時中の日系人の歴史を忘れてはならないと思います、えー、そうした、ままあ、戦時中だけじゃないですねあのその前もありましたけれども、まあ、そうした厳しい現実にも負けないで、えー、日系社会を育ててきた人たちのことを忘れてはいけないです、えー、迫害や差別にあっても日系社会は弱くならず逆に力強くなったと思,う思います えー、まあ、私なんか、まあ、その年になって、まあ3世、三世四世の人たちも、私と同じぐらいの年になってるわけですけれども。まあ、そういう人が、まあ、ファミリーヒストリーに興味を持って。まあ、その自分たちの親とか、あ、そのおじいさん、おばあさんの生き方を、まあ、再発見して。いろんな思いを巡らしていると思います。あの、それの、まあ、お手伝いということで、まあ、園入さんの日記を、あの。翻訳させていただいたんですけども。で、まあ、あの。 この国はですね、あの非常にマルチカルチャーで面白い国だと私は思っています。ここはいながらにしてまあ世界中を旅しているようなあの感じがあります、まあ。あらゆる価値観、文化、宗教背景の人がいて、まあそれがこの社会のまあ力になっているんだと思います、えー。日本は素晴らしいものをたくさん持っている国ですけれども、あのまあどっちあのしかというとまあ均,均一的な社会で。 まあ価値観ななども大きな差がああままりありませんしかし、えー、カナダに来ると、まあ、日本の定規では測ることができない全く違う価値観とか文化とか習慣生き方があります、えー、でもそれに共通しているのはあの先住民の人を除いて全てのカナダ人が外から移住してきたということです、えー、私はあのどの国から来た人にでも同じ移民一世としての仲間意識を感じます一緒に頑張ろうと いう声をかけたくなります以上ですよろしくあの、はい、また何かあったら、はい、あの質問などしてくださいはい川上さんどうもありがとうございますえ、はい、先ほど、えー、言っていただいたカナダの日本語新聞これですね、はい、この、えー、確かにこれに書いてありますつまりあのその言葉がなくなったらう、えー、もうその新聞の寿命は尽きたということになるいうことで確かにそうだと思いますあの、はい 大陸日報、大陸時報、えー、一世がいなくなったら、ですねあれは消えてきましたね。や、うん、はり、カナダ・タイムズまで続きますけども、い,あのいつも一世の側に立ってあのも、ものを考える、えー、報道するカナダ・タイムズというふうに、はい、おっしゃってました、それ,それから二世の新聞のニューカネディアンの時代も終わったということで,、はい、そうですそ。そして、今やほとんどがタウン誌になりますけどもね。 ただの新聞ですけれども、それに代替わりして、そして日本語が主になってますね。英語で出しているのは機関紙のみ、日経ボイスと、それからその他、ブルテンもそうですね、あとモントリオールブルテンもそうです、そういう機関紙になっているということだと思います。 えー、次、同じくトロントからですね、えー、菊池高子さんに参加していただきました、えー、岩手県出身、1980年にトロント大学に留学して、えー、ソシオロジー、都市地域計画で、えー、MA を取っていらっしゃいますビジネスコンサルタントとして日課をつなぐ仕事の方々、ね、トロント新移住者協会会長やあそれからジャパニーズ ソーシャルサービスの理事などを歴任なされましたこの間一方で30年にわたりに日課をつなぐ子どもの権利擁護に関するボランティアを継続し「子どもアドボカシー」えー、という本など3冊を共同執筆していらっしゃいますはい菊池さんここさんはい、えー、ご紹介ありがとうございました若干訂正がありますけど MA じゃなくて MSC です、それからソーシオロジーではなくて都市・地域計画です、まあ、それは大きなことじゃないんでいいんですけど、あの私がこれから語ることは、あくまで私の個人的なですね、トロントでの日系社会での関わりと、そういう観点から見えてきたトロントにおける日系社会というものを語っていき、 今後ですね、現在と今後について、私がどう考えているかについて最後に述べさせていただきたいと思います。えっ九、と、1991年のですね、4月から2年間、新移住者協会の初期を務めたんですけど、これは私が飛び込んだというよりも、当時、会長であった加藤金也さんからですね、声がかけられて、で、当時あの、同じく役員であった西笠さんの家に軟禁されたんですね。 で、軟禁されまして、初期長になることを承諾しなければ家に帰さないというふうに言われて、結果的には初期長を引き受けたというのが始まりです。で、その後ままスムーズになったわけじゃなくて、私に反対する人も大勢いましたんで、結構揉めたんですね。私が初期長になることに。まあ、結果的には2人初期長を置くということで始まったんですけど、 もう一人の方は半年を過ぎて自ら降りられて私がその後書記長として残ったという非常に複雑な出発をしましたでこの91年に始まったということですけど実は86年に移住してからですね河合さんにはとてもお世話になりまして河合さんのおかげでトロントにおける生活をですねある程度安定させることができたんですでそのおかげでボランティアをする余裕ができたということで河合さんには本当に感謝しております でその後ですね、まああの、6年間副会長をやり、トロント会長を4年こやることになるんですが、えー、1996年に、えー、新移住者協会、えー、当時ですね、まだトロントがついてない時代ですね、あのこの移住者協会できた当時はトロントという名前がついてませんでした。新移住者協会もですね20周年記念誌ということで、こういう本を出版しました。私が編集責任者として出したんですけど、 えっと、戦後の移住者の歴史を残すものとしては、初めて、えー、まとまったものとして、えー、出すことができたわけです。で、この時にですね、えー、実はあの20周年記念シンポジウムっていうのを開催しまして、日本語を話す一世、それから一部の二世、そして戦後の移住者がですね、日系文化会館に集まっていろいろ議論をしました。で、テーマが二つあって、一つはその現在、 新移住者は何を求めているのか、教会はそのニーズにどのように応えるべきかというのが一つ、もう一つは、新移住者、教会は広く日系社会の中で何が期待されているか、その期待に応えるため、他の日系団体とどのように関わっていくべきかということで、議論をしました。で、いろいろ議論していて、一番あの第一の議題ではです、ね、やっぱり福祉的なサービスが求められているというのが一番多かったです。 それから議題の2としてはですね日経団体が大きくまとまるその中心になるべきであるというのがこの議題から出されてその後私が会長になった時の、えー、アジェンダというか目標として活動していったわけですで、えー、1999年の4月からですね2003年の3月まで、まあ、会長をやりましたその後2年間、まあ、相談役をやったわけですけども その会長でやった4年間の中で、えー、大きな出来事が2つあります。私個人的にですね。一つはあの2001年からトロント日系文化会館でお正月会というのを始めたんですね。それまで、えー、トロントではそのお正月を祝う行事はなかったんです。ああのの年年越しでですね、えー、会館であの年を 腰ながら歌を歌ったり踊ったり食べたりというのはあったんですけど、日本的なお正月を祝うというのはなかったんですね。まあ、それを始めました。それから2002年は日経文化会館で NAJC が主催したミーティングポイントの現地コーディネーターを務めました。で私は多分この時が、えー、最も大きな NAJC として全国的なあ会合といいますか、 全カナダからありとあらゆる日系団体が集まった会議だったと思ってます非常に盛り上がった会でありました報告書は出てましてゆうすけさんからおそらく聞いていらっしゃるかもしれませんでその後 JSS ジャパニーズソーシャルサービスですね元はジャパニーズファミリーサービスですけどその理事をやりましたしそれから日系文化会館がですね日本語で活動するグループの JCOM というののアドバイザーも務めました で同時にですねこれはあのゆうすけさんと一緒にいる活動をしたんですが NAJC トロント支部の会員になりまして「大、え、地、ー、の霊の祭り」だとか「ご世代展」ですね、まあ、こういうのに関わって日本語でさまざまな活動をしたあということがあります。えー、であのゆうすけさんと一緒に東部カナ,ダカナダ日本語人会ですかねというのを作って日本語で、えー、日系社会の歴史を トロントに移住した日本語を話す人たちに伝えていくというのを目標にやったんですが、長い続きはしませんでした。あ残念ながらしなかったながら、長続きしなかったのは、NAJC 側が日本語で活動することをあまり良しとしなかったという背景もあります。で、えー、その後ですね、トロント移住者協会の歴史をちょっと紹介しますけど、 1967年にトロントに JICA の事務所ができたんですね。でそれが領事館の別館ということで開いたんですけどそこに戦後の移住者が集まり始めたと聞いてます。で68年頃だと思いますけども移住者の集まりとして新移住者連絡協議会というのができて。 で、移住者同士の情報交換が始まってますけど、だいたい5年ぐらいして解散しました、えー。それは自分たちの生活をですね、維持するのに非常に、まあ、苦労していた時代だということで、なかなか組織的なその活動に関わることができないという背景があったようです。で、えー、76年からですね、えー、その後、新移住者協会ができまして、後にトロント新移住者協会。 それかトロント移住者協会と名前を変えて、シンを一旦取ったんですけど、これは一世と同時に一緒に活動したいという意味からシンを外したんですが、その後、一世が亡くなられて、でえー、シンはあいわゆる戦後の移住者という意味,意味ではなくて、最近移住してきた人という意味で、シン移住者というふうに名前が変わったと聞いていますで、えー。現在でははシン移住者協会はなくなって、えー 日経トロント日系文化会館の新日経コミュニティという名前で活動を続けてますでこの新移住者協会がですねかなり長い活動を続けてこられたのにはあの会員制度のですね、えー、が背景にあると思ってます。バンクーバーの移,住あの移住者の会と違いましてトロントの場合はその個人会員というのと別に加盟団体会員というのがあったんですね。 で個人会員が200名ちょっとしかいなかったんですけどトロントで活躍するさまざまな戦後移住者の団体がありましたこれらを加盟団体として新移住者協会の会員のの員中に含めたんですね。そうしますと一挙にですねその200人がね何千1,000人以上になるわけです。そんなことで、 この力が発揮できたのがお正月会であり夏のバーベキュー大会それぞれの加盟団体が自分たちの役割をしっかりこなすことで様々な行事がスムーズにやることができましたで、えー、私がこの活動を続けてきてて常に、あのー、感じたのはですねその日本語と英語にお,におけるわだかまりというか圧力れきというか いうものがあってですね日本語を話すグループそれから英語を話すグループとで、えー、戦前からの流れが、まあ、英語を話すグループとすると戦後のグループが日本語を話すグループでこれがなかなか打ち解けなかったというふうに見てます、えー、日経文化会館でずいぶんボランティアをやったんですけどやはり日本語で活動することをあまりよしとしませんでしたですから必ず英語と日本語でやるようにというふうに言われてなかなか 日本語だけのの人たたちががが入ってきづらいといとうのがありましたそれがですね最近、えーまあ、1世がほとんどいらっしゃらない2世もいらっしゃらないということで、まあ、今3世も我々よりも年上で年を取ってきて4世5世の時代になってます。だから戦後の移住者はあ今はまあ2世3世ですね。そうすると戦前の4世5世と戦後の2世3世の感覚があまり変わらないように見えるんですね。 で日本語と英語を両方使ってもコミュニケーションも取れるし,れるしお互いにどの言語を使ってあるいは混ぜてもですねあまり違和感のないようなそういう交流ができているように見えます。で一方カナダからはジェットプログラムだとかあるいはワーキングホリデーで日本に行く人も増えてきてで彼らが帰ってくると非常に日本のことに興味があるし、まあ、日本の食事にも興味がある。ということで日、えー 文化会館の特にお正月会なんかにはですねかなり家族で参加してくるきておりますそういう意味では私の観察によるとですね今後この国際結婚による日系社会の拡大そしてその子孫の子どもたちがですねカナダと日本の両方の文化を受け継いでいきながらも日系社会の中で活動していくという。 ことをですね、選んでいる人たちもたくさんいるので、えー、戦前戦後の、いわゆる日本語と英語のわだかまりというのは、ほぼなくなっているというふうに見てます。ですから、まあ、あの50周、20周年記念の後に、この30周年記念書も出したし、それから、トロント移住者50周年歩みというのを出してるんですね。で、ここで書いたんですけど、この50年が、私は戦前と戦後の、あるいは日本語と英語の 日系人がこう一つになるための50年であったたというふうふに私自身は結論付けてますただ一つあの二つかな心配しているのは最近日本から移住した若者たちが組織を作って、えー、組織を運営するということはあまり好まないんですね特にあの日本語学校なんかにいますと理事になる人がいませんとかねかそれからあるいはあのなんて言うんでしょうねその 役員になって会を運営していくということを自ら進んでやるという人たちは前のようにはいなくなりましたということを聞きました。もう一つは、あの日系社会に、まあ、日系人以外が関わってくると思うんですけども、日系社会が好きというよりも日本が好きで来ているという、日系と日本のギャップをやっぱりどうしても感じるようなんですね。我々が日本から来たときに戦後の戦前の移住者と我々が 住んでいた日本とのギャップを感じたようなことはまだ若干あるようなのでこの辺のところは少し注意して見ていく必要があるかもしれませんただ私は楽観的に思っています以上ですありがとうございましたはい高校さんどうもありがとう今おっしゃった四世五世とですねそれから我々移住者の次世代次の第二世三世 彼らの中のコミュニケーションというのは非常に、もしかすると非常にうまくいっているんじゃないかということでね、これから将来の日系コミュニティっというのは彼らが拡大解釈した大きな日系コミュニティというものにこうで枠を広げられるんじゃないのかというふうに今、感じました、これ今おっしゃったことは最後にあの発表していただく横浜の移民資料館の、えー、小島さん。 彼の言ってることここで、ね、非常にダブルんですよ。彼はブラジル専門ですけどね。ブラジルでも同じようなことが起きているということまあこれは熱で語ってもらいましょう。はいではありがとうございました。次にそれじゃあ,あの行きます、えー、宮本真理さん次はバンクーバーに飛びます宮本真理さんにお願いします東京出身で横浜国立 えー、横浜国大教育学部を卒業してから,からバンクーバーの B.C. 大学ブリティッシュコロンビア大学でも学ばれていらっしゃいますそれ以後日本語教師を教育を仕事になさ,なさっていらっしゃいます、えー、宮本さんよろしくお願いいたしますどうも、はい、よろしくお願いいたしますじゃあ,あのスクリーンシェアをしますね、はい、えとそちらを多分切っていただいてはい切りました はい、これで大丈夫でしょうか。はい、結構です。はい、ええー、では今回はあのこのような機会をいただきまして感謝しております。ええー、私はあのまさに国際結婚であの2004年にカナダに移住してまいりまして、えー、その後2009年からええ10年弱バンクーバー日本語学校で教員をしあとしてお世話になりました。ええー、あのその間には BC 州の教員免許を取得しまして。 現在ウエストバンクーバーの高校で日本語を教えております、えー。実はそれ以前には日本語を教えたことはありませんでしたのでカナダで生徒さんたちとの経験を通して私自身の日本文化や日本語に対する意識が大きく変わったといっても言い過ぎではないと思います、えー。今回は私が日本語を教える中で関わった日系人の方々から学んだことをご紹介しながら。 今後、日系社会で何ができるかについて、私の考えをお話ししていこうと思います。まず、バンクーバー日本語学校では、2014年の学習発表会にて、当時、日本語学校に関わっていらした水田さんと富樫さんに生徒がインタビューして、お二人やそのご両親がカナダに移住された理由や、カナダでの生活について発表しました。 左の写真のこの水田さんは、えー、このウェビナーにも参加しているのをお見かけしたことがありますが、今日はいらっしゃらないようですけれども、えー、その、えー、説は大変お世話になりました、えー。水田さんはカナダでお生まれになりましたが、第2次大戦中は日本で終戦を迎えられ、学生として教科書を墨で黒く塗るように言われるなど、ご自身の信じているものが覆,覆されるという経験をされました。 また成人されてからはカナダに戻り住むところを探してもらえないなどという差別を受けたということもお話しださいました一方右側の富樫さんは長年日本語学校のお手伝いをしてくださっていましたが18歳の時に富山県からお一人で農業移民としてアルバータ州に移住されました日系人が所有している農地でお仕事をされていらしたようです 当初は2年で日本に帰る予定でしたが、お仕事中に事故で腕をなくされたこともあり、その後もカナダに残って別のお仕事を続けられたようです。当時、労災にある政府のサポートは日本よりもカナダの方が充実していたとおっしゃっていました。高校で勤めてからは、オンラインで日系人の方にプレゼンテーションをしていただきました。 こちらの写真は第一次大戦にカナダからボランティアで参戦された真澄光さんのお孫さんであるデイビッド・ミツイさんからお話をいただいたただののものです。この日系セミナーでもお話があったようですが武士の出である真澄光さんを含む日系人はカナダ軍からの参戦を認められなかったもののアルバータ州から自主的に参戦されました。 その後、彼らの武士道の精神に基づく忠誠心が認められアジア人として初めて日系人へ参政権が与えられたということなどを教えていただきましたまたこちらのランメルサチさんは広島の原爆被災者としての経験をお話しくださいましたサチさんはカナダ人のチャールズさんと結婚されて BC 州のノースバンクーバーにお住まいですが 2011年の東日本大震災をきっかけにそれまで公に語ることを控えていたご自身の経験を語り部として地域の学校などで伝えていくという活動をされています原爆が投下された時幸さんは8歳でしたが幸運なことに学校の大きな木の下で遊んでいたため直接的に大きな被害を受けることはありませんでした しかしかご家族の多くを原爆で亡くされご自身も長年健康の問題を抱えながらもこのような活動を続けていらっしゃいますえこの写真の右側にあります、えー、ご自身の経験が書かれた「広島 s of a Survivor という本も出版されておりまして、えー、Amazon で購入することができますえ実はあの私のうちのご近所にお住まいでしてお宅にお邪魔する機会もあるんですが このようにバンクーバーで日本の生きた歴史を学ぶことができるというのはありがたいいことだとだ思います今は Zoom を使ってプレゼンテーションもしていらっしゃいますのでもしご関心があればお知らせください、はいえーまあ、以上のようにカナダで日本語を教えるという機会をいただき生徒さんや日系人の方々と関わっていく中で私自身に日本人であるということへの誇りが芽生えてきました そしてその思いをより多くの日本人や日系人の方々に持っていただくことが平和な社会を築く足がかりになるのではないかとも思っています。日本人よりも日本の歴史を知っている生徒さんに出会ったり私自身もパンデミックをきっかけにそれまで学校やメディアでは学んでこなかったような日本の歴史や世界の歴史について読み聞きしたりして多くの驚きと気づきを得ました。 さらにオンラインで武士道の講座を取り始めたり、定を習い始めたりという経験から思えるのは、日本人の和を尊ぶ心や、繊細な美意識といった、現代の日本人が忘れかけているものを、もう一度学び、伝えていくことが求められているのではないかということです。そういう意味でも、このようにオンラインでカナダや日本の方々と日系史に関して学ぶ機会があるというのは、とても貴重だと思います。 またこの回の視聴者の中にはご年配の方々も多くいらっしゃったようですがそうした方々やそのご両親が大切にされていたことの中にこの混沌とした世界で生きるヒントが隠されているようにも思います歴史は語る人によって捉え方が大きく変わりますし今世の中で起きていることを伝える媒体も一体何が真実なのか分からなくなっている状況ですそんな中で 実際に目の前にいる一人一人のストーリーこそ、生きた歴史になるのではないでしょうか。そのようなストーリーを若い人々に伝えて、交流するような機会を持つことができたらと思います。あとは正直申しまして、最近の情勢を見ると、私は今後の日本がどうなっていくのか、とても心配です。まあ、必も心配ですが、えー、私たちは日本国内にいないからこそ見えてくるものもあるのかもしれません。 そのような視点を日本にいる方々と共有する機会もあったらいいですよね。私も、まあ、微力ではありますが、えー、自分の生徒と日本の高校の生徒さんとのオンラインでの交流や、今,今後は別の形でも日本の和の心を伝えていけるよう活動していきたいと思っております。えー、最後になりますが、こちらの写真で締めくくりたいと思います。えー、私が受講している武士道のオンンライン講座 講座で紹介していただいたもので、江戸時代の庶民の様子です。身なりからすると、裕福な生活をしていたわけではないでしょうが、子供も大人もまんべんの笑顔ですよねえ。当時ヨーロッパから日本に視察に来た視察に来ていた人々はえ、このように決して物質的に豊かとは言えない状況の中であっても、生き生きと笑っている日本人の姿を見て驚いたそうです。 様々な分断が進む現在の世の中で人種や性別を超えて人々がみんな笑顔になれる時代が来ることを心より願っております。ご清聴ありがとうございました。はい、宮本さんどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。こちらこそ。それではシェア、そちらをストップシェアにしていただいて。はい、しました。 うんはい映ってらし映ってますね大丈夫ですねそれでは次えー、それでは今度は最後あ最後に五人目になりますけども、えー、横浜から 小島茂さんにご登壇いただきましたそちらは朝ですよねお忙しいところどうもありがとうございます小島さんは新潟県三条市出身上智大学でポルトガル語を学ば,学ばれてからブラジルのパラダ連邦大学に留学して歴史学で修士号を取得していらっしゃいます2002年以来海外横浜海外移住資料館で学芸担当として勤務していらっしゃって え移民史に関する、えー、執筆は多数あります。あ,あの南北アメリカの日系文化ですね。えー、この本にこの本です。この本に、えー、非常に小さにとむ記事を書かれています。小島茂さんです。お願いいたします。どうぞ。はい。それではじゃ画面共有したいと思います。はい。どうぞ。 すみません、えー。どうでしょうか。ち、はい、ゃんと見えてますでしょうか。大丈夫ですよ。はい。今ご紹介いただきましたように、えー、横浜の資料館で私2000年から仕事をしているんですけれども、資料館が2002年にオープンしまして昨年20周年を迎えました。で、その20周年を機に常設展示の一部をリニューアルしました。で、そのリニューアルの中で私があの一つのコーナーを担当させていただいて、えー、日系人 そして日系社会の変遷を考えるというコーナーを作ったんですが今日はそのコーナーに関することをいただいた10分間で簡単にご説明したいと思います今あのお見せしている2つの写真はその常設と展示の中で紹介されている写真なんですけれども上は2002年ハワイで撮られた写真下は2018年に元年後の150周年記念で撮られた写真ですけれども この2つの写真が、まさに現在の日系人の状況というものを非常によく表している、それぞれ家族の写真ですけれども、日系ファミリーだけではなく、日系人そのもの、あるいは日系社会その、あるいはコミュニティという言葉も使えますけれども、非常によく表している、つまりこの、ここにいらっしゃる方々のお顔を拝見して、誰が日系人で、誰が日系人でないのかっていうのは区別がつかないわけですね。もう今 もう8世までいる状況、カナダもそうだと思いますけれども、状況の中で、えー、日本人の血統だけを100%継いでいる方々っていうのは、少数派のまた少数派になっていると、これがあ現在の日系社会の現状であるという認識がまず非常に重要だと思います。で、えー、今回、そのリニューアルするにあたって、ですね、えー、ブラジルを例として、えー、紹介しています。な、えー、なぜかというとう客観的なデータを元に こんなふうに変わってきましたということを紹介するのに、ブラジル以外にこのようなあこう数年おきに記録が残されている国っていうのはないんですね、ブラジルは1933年に、えー、移民25周年記念の、えー、年間が出されてから、法事誌を中心として、もう5年くらいおきにな,ならかの出版物が出ていて、日系人口がどれくらいであるとか。 えー、いろんな分野でこういった日系人がいるとか、あるいは住所力があったりですとか、そういう変遷をこの記録を見ていくと、非常によくわかるで、その変遷を見ていくと、えー、一番下に書きましたけど、最初は法人と呼んでいた言葉が日系人という言葉が使われるようになり、さらに、えー、これは2000年以降ですけれども、日系というアルファベットの言葉が使われるように変化してきているということがわかります。 でえー、日系社会という言葉はですは、ね、日本でもまあよく使われるわけですが、これ、非常に曖昧な表現だと思いますね。日系社会といったときに、必ず出てくるのが日系人数なわけですけれども、これは2017年に外務省が出したものですけれども、必ず日系人の数が出てくる、あるいはこちらは2020年に在家が出したものですけれども、日系社会という言葉が出ると、必ず日系人数というものが出てくる。 つまり日系社会というのは日系人数を表しているわけですがその日系人数を表す日系社会ともう一つ日系コミュニティという言葉があるわけですがこれは同じではないという認識が非常に重要だと思いますなぜならばその日系人と呼ばれている人たちがまあ、今世界中にえ400万人近くいると言われているわけですがその人たちが自分が日系人であるっていう意識があるかというと 自分が日系人になるということを知らない人もたくさんいる、あるいはまだ日系人と呼ばないでくれと、私はアメリカ人です、カナダ人です、ブラジル人ですと、日系人関係ないですという人もいるわけですね、しかし、現状、日系コミュニティというのは、核として存在しているわけですが、その日系コミュニティに参加している人たちの数と、日系社会と呼んでいる日本人の血統を引いている人たちの総数というのは同じではないと、これは区別して考えるべきであるというふうに思います。 でそういうことを展示では具体的に紹介しているわけですが、ちょっと時間の関係で、えー、最後のところ、この図式を見ていただきたいんですが、えー、真ん中の大きな丸、てまあ、点線になっていますが、これが現在、日系社会と呼んでいるものであって、それはイコール、日系人の総数を表しているに過ぎない、しかし、日系コミュニティいと呼んでいるものは、この左側ですけれども、その日系人の中の一部の人たちが日系コミュニティを築いていて、 しかし、その日系コミュニティというのは、日系人だけではなく、日系人の配偶者で非日系の方々も当然含まれますし、あるいは日本人、日系人の配偶者でなくとも、日本の文化に関心を持っているような人たちも参加し、場合によっては非常にそのコミュニティの中で重要な役割を担っているような人たちも増えてきているわけですね。それを現在、日系コミュニティと呼んでいて、日系社会と呼んでいる真ん,中な真ん中の大きな円とは違うということ。 それを理解すするる必要があると思いますでこの場合、ですね言葉で言うと、日系、日系っていうこと,ことで、なんか日本語の漢字の日系人とアルファベットの日系というのは同じであると、日系人という日本語を英語に翻訳すると、アルファベットの日系であるというふうに思われがちなんですが、それは違うということをはっきり認識する必要があると思います。 でまあ、具体的な例ですけれども、これは2008年にブラジルで100周年記念に記念出版物として出されたものなんですけれども、まあ、タイトルは日本語に訳すと、ブラジルにおける日系コミュニティ100年の進展ということになり、そこにあのいろんな用語の解説も出ているわけですけれども、えー、ポプラサウン日系、英語で言うと日系ポピュレーションですけど、日系人口という言葉の 意味はえ、どういうふうに捉えられているかというと、日本人とその子孫及びそれぞれの配偶者となっている。それぞれの配偶者の中には当然非日系の人たちも含まれているわけであって、そういう人たちを含めて日系人口と捉えているわけですね。これは日本で言っているところの日系人人口とは違うわけですよね。だからそういう認識をする必要があると。さらに、えこう非常にエポックメイキングと言えばいいんでしょうか。あの重要なことは、 今、ここにご紹介します、2000年にサンフランシスコで行われた日系人の大きな会議、カンフェレンスがあったわけですが、そこでえ集まった日系人の人たちが、アルファベットでいう日系とは一体どういう意味なのかということを議論をされた、でその報告書の中で、その下線を引いたところですが、え日系 is a state of mind, not a layer defining ancestry とえ、アルファベットの日系っていうのは、ステートブ・マインドですよと。 で、先祖を定義しているラベルレッテルではありませんと。で、その後に it applies to those who are s y m p a t h i c with the 日系コミュニティ and its people とありますように、その実際の日系コミュニティを構成している人たち、それが日系ですと。つまり、日本人の血を引いていなくてもコミュニティに入っている人たちは日系ですよっていう、そういう定義になっているわけですね。 で翌年ですけれども、ニューヨークでコパーニーアメリカ日系人大会が開かれて、ここでもワークショップで、アルファベットの日系の意味はどういう意味なのかということを、参加者の人たちが議論をしたわけですけれども、その議論の結果、報告書に出てきたのがここでして、矢印のところですね、a n i k is anyone who has one or more ancestors from Japan andor anyone who self-identify as anike と。 日系というのは、先祖に1人以上日本人がいるか、あるいはまた、自分は日系であるというアイデンティティを持つ人は日系であるということで、日本で考えている日系人とは意味が違うわけですね。で、このような定義に至ったあ背景としてはあ、そこではスピリットって,スピリットっていうことあ、ごめんなさい、スピリットっていう言葉を使ってますけど、2つあって、1つはオープン・トゥ・セルフ・デフィニション、つまり、えー、自分で定義することに開かれていると。 人に言われて、あなたは日系なんですよ、日系じゃなきゃダメなんですよと、押し付けられることではなくて、本人が決めることであると、もう一つはインクルーシブ、えー、これ、エクスクルーシブの反対ですね、排除するのではなくて、受け入れていくと、仲間として受け入れていくと、だから日本人の血を引いてなくても、一緒のあ、同じコミュニティの中で活動し、同じような価値観を持っている人たちは、日系コミュニティのメンバーであり、日系であるというふうに考えている、それが現在の日系コミュニティの現状であると。 いいうようよなここととが、のの会議の報告書から読み取れると思います。でまあ、具体的な例として例えばここにスコット・フジタというアメリカンフットボールの有名な選手がいるわけですけれども、えー、彼はあのお父さんが3世でお母さん白人ですけれども彼は実は日本人の血を引いていなくて。 えー、このお父さんが日系人であるというだけで養子なわけですね、しかし小さいときからお父さんはもちろんのこと、おじいちゃんあ、おばあちゃんとも一緒に生活していたので、お正月にはお餅を食べたりですとか、あ日本人、日系人としての文化を学んで育ってきた、だから小さいときは、アーヤジャパニーズと言っていたと。 いうふうに、この白人のお母さんは証言してますけれども、彼自身はこの下にありますように、I recognize the fact that I don't have one single drop of Japanese blood in my body, but I've always felt half Japanese at heart というふうに、日本人の血は一滴もないけれども、いつも心では半分日本人というふうに自分は考えているというように言っているわけですね。こういう人たちが日系、日系人ではないが日系であり、日系コミュニティのメンバーであると、こう,まあ、こういう方々が非常に増えているんだと思います。 えー、他にもあるんですけど、ちょっと時間の関係もあるので、割愛させていただきますでその日系人と呼ばれている方が400万人近くいるとして、えー、日本人の血を100%受け継いでいても、自分は日系人ではない、あるいは呼ばないでくれという人がいる一方で、私は日系人である、私は日系であるという強い、えー、こうアイデンティティを持っている人たちがいる。 そしたらそ、その人たちというのは一体どういう、何が理由で、どんな根拠で自分は日系であるというアイデンティティを持っているんだろうかということを、そういう人たちに尋ねてみると、ですね最初はみんななんだろうって考えるわけですけれども、このハワイ日本文化センターの展示、これを見ていただくと、ですねこれ、そのリーフレットなんですけれども、リーフレットを開くと、 大きくおかげさまでってありましてで、唯一日本語のひらがなでおかげさまでって書いてあります。で、そのおかげさまでっていう言葉をハワイの日系の方々が、I am what I am because of you と訳されていて、これ言い換えれば感謝の気持ちっていうことになるかと思うんですが、このおかげさまで、あるいは感謝の気持ちっていうことが自分が日系であるというところのよりどころになっている。 もちろん唯一ではありませんが、あその日系人としての自分のアイデンティティを考えたときに、こういった価値観、文化遺産が大事であるっていう風に考えている方々が一定数いる。それゆえ自分は日系なんだということになっているんだと思います。私、ブラジルであ,あの日系コミュニティの調査をしたときに、2世の方々に、1世のご両親から受け継いだ遺産として何が一番大事だと思いますかっていう質問をしたときに、おかげさまで感謝の気持ちです。 といいう返事をしたた世の女性がいたんですねその時もうそれはもう20年くらい前なんですが、その時に、ああ、そうかと思ってたんですが、その後、このハワイの方々のこのパンフレットを見て、なるほどというふうにこう、合点がいったわけですけれども、おそらくこのおかげさまで感謝の気持ちっていうのは、日系人であるということに関して、非常に重要な意味を持っている言葉だと思います。 で、このおかげさまでっていう言葉は、あの、日経人の方から来たときに説明するのに、この図式、私よく使うわけですが、えー、おかげさまの影、シャドウっていうことですよね。あの、自分の下にはお父さんお母さんがいて、その下におじいちゃんおばあちゃん、で、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんといるわけですがあ、ほとんどの人たちは、おじいちゃんおばあちゃんまではあ知っていますけどひいおじいちゃんひいおばあちゃんって知らないわけですね。 でも、自分が現在生きているのは、お父さん、お母さんのおかげであり、おじいちゃん、おばあちゃんのおかげであり、さらに言えばひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、ご先祖様が代々伝えてきたことが、今、私のもとにこう伝わっているんだと、そういうことを理解すると、このおかげさまでっていう言葉っていうのが、非常にこう重要な意味を持ってくるんだと思います。 でえー、このお今お見せしている、えー、シアトルのトシコさん、グレイサー・セガワさんというのはシアトルの4世の人ですけれども、えー、当館、横浜の資料館にはあのコロナ前まではです、ね、アメリカから毎年200人くらい。 あの若い方々が見学に来ておられて、その人たちに話をする機会があるんですけれども、そのおかげさまの話をしたところ、このとしこ暮れ佐世川さんがですねあの僕のところに来てくれて、私、その腕のところにおかげさまでって入れ墨入れてるんですっていうことで、あのあ、なるほどと、やっぱりあー4世になっても、こういうおかげさまでっていう言葉を大事にしている人がいるんだ。 ということが確認できたわけですけれども、そのハワイはもちろんのことアメリカそしてカナダでもこのおかげさまでっていうことを大切にしている方々はいっぱいいらっしゃる。えー、まさにこれが日系コミュニティを作り上げている、えー、ということを示す一番分かりやすい例ではないかと思います。で最後の結論のところなんですけれども、えー、これはあ2018年のハフポストという、えー、オンラインオンラインニュースで見つけたものなんですけれども。 このメリーにジョイサージ、米田さんという人が日本にやってきて、大学の先輩から、あなたは日本人なの、アメリカ人なの、どっちか選びなさいよってこう言われたっていうわけですけれども、で本人はいろいろ考え、悩んだすあ末に、ですね、私は日経5世であると。 いいうふうにに答えるる結論に至るわけですねでそれはなぜかというと人のアイデンティティというのは国籍ではなくて経験でできているんだと自分の経験はもちろんだけれども自分の経験だけではなくて先祖から引き継がれた経験で構築されているそういうことを考えると私は日系五世というアイデンティティが一番ふさわしいという結論に至っているわけなんですね。でこのの彼女の言葉からも推測できるように えー、家族の中で、あるいはコミュニティの中で、その自分の家族が、自分のコミュニティがどういう経験を経てきたのかということを学ぶことができると、自分は日系であると、そういうアイデンティティを持つことになる、しかし、そういうことを学ぶ機会のない人たちは、私はアメリカ人である、カナダ人である、ブラジル人であるというふうになるんだと思います。しかしかここういういとをですね あのその先ほどお話しした200人来るアメリカから来る日系の若い人たちに話をすると、そうかって、今までは自分はアメリカ人だと思ってたけれども、もしかしたら自分はまさに日系っていうことをしっかりと考えなきゃいけないんだなっていうふうに気づく人たちもいるんですね、みんながみんなではないですけど、ですから、こういう活動を家庭の中で、コミュニティの中で、 伝えていくっていうことが非常に重要になるんだと思います、えー、ちょっと早口で言ってしまいましたが、もしあの後で質疑、えー、応答の中でお答えできることはお答えしたいと思います。ありがとうございました。はい、小島さん、どうもありがとうございました、えー、非常にねえー、示に富む、えー、あのキーワードをいただきました。1つは2つありますね。1つは日経というのはセルフディフィニション。 ディフィニティブであるということ、それからもう一つは、えー、インクローシブス、これが必要であると、これはこれからの日系日系社会、それから戦後移住者の社会もかを考えたときに、これが必要だというふうに僕は思います。ありがとうございました。えー、それでははい、ストップしてください。お願いします。えー、もうね時間が非常に、えー、あの押しておりますね。えー、あとまあ十分くらい。 えー、見ていただきたいと思います。えー、それでミキさん、あの一度そちらにお返しして、えー、Q&A に入りたいと思います。あ、そうですか。えーえー、あの奥さん、さんははい。それでね、Q&A の Q&A 皆さんに用意していただいて、そしてそこであの五分だけいただいてですね、うんえー、大草さんがさ最近最近、えー、あの日経紙に関係する。 本を英語で出されておりますそれが、えー、このレジリアントないですねこれをちょっとですねご本人のことば口からですね紹介していただきたいと思います、えー、5回目に出演していただいて<っ>一文王のことについて語っていただきましたけども、えー、一方で大草さんは、えー、剣道7段の方でいらっしゃったということです、えー、じゃあ あの奥さん、あ、非常に短い、時間ありませんけども。はい、わかりました。短く。えっ、ー、と、聞こえますか。聞こえます。大丈夫。あ、ご紹介ありがとうございます。えー、現在映っているのが、今度出版した本なんですけど。まず、表紙を見ていただきたいんですけど。これは、あの。カナダの、ええー、強制移動のあった一つの場所。あポポフっていうファームのところであった。剣道の子供たちの。うん まあ、稽古をしてる、まあ、姿なんですけど実際はこういう稽古はあんまりしないんですよねこ、大人が教えたあの形をとってますけど、後ろの方にちょっとよく見えないと思うんですけど、これは、ね、木の根っこですよね。ですからあの、開拓地でやってて、しかも、えー、足の方はですね、多分これ、キャハンかゲートルかなんか巻いて、袴は履いてない。の防具も大人のものつけてますね。 で、ここまでしてですね、戦時中、しかもあの、奥地でかなり奥地で剣道をやった人々のことを、まず第一章で取り上げて、で、それに加えてですね、アングラーのー収容所で、約あそこあの、入った人が男性750名ぐらいおられるようですけど、 ま、50名ぐらいが剣道具を作ってですね、商工道場というので、町田先生が教えられたんですけど、そこでえ約2年半剣道の活動をされていました。で、もちろん、竹内など竹ですからね、手に貼るわけはないんですけど、えー、白樺の木を削って、影干しして、削って竹内を作って、 そこまでして剣道をやってきた人たちの、が第一章でですね、取り上げました。これはやっぱりあの、他の国ではなかったんじゃないかなと思って、日本は、しかも日本でさえ、もう終戦近くなると剣道なんかできる状態じゃないのに、カナダでは終戦後、10日ぐらいに第二回剣道大会をやっていたという、この収容所の中での話ですけど、特に、えー、かなり稀な、 話です。で、この一つ写真を入れていただいたんですが、これはですね、やはりインターネットのキャンプのカズローという場所ですね、約バンクーバーから8時間、9時間ドライブして奥地が入ったところですけど、ね、ここであの、例の、えー、スティーブソンで、漁業の中心でもらわれた林林太郎先生がですね、中心に今なって写真を写っていますけど、 林林太郎先生が中心になって、えー、子供たち、それから女子も教えておられました。で、インターメントでは約4カ所で剣道をやっていました。ということを、まあ、紹介してでまあ、2000年までのカナダの剣道のお紹介したんですけど、現在カナダの剣道人口は約1000名ですね。 でも私も5、6年会長をやらせていただきましたが、えー、私がやってる頃はまだ日本人がほとんど教えていましたが、現在では本当にもう日本人の手を離れて、えー、2世、3世ももちろんいますけど、それ以上に韓国人、中国人、またはまあ白人と、私全体に広がってですね、運営もすでに 日本人の手から離れたという感じがしてまあ、そんだけ不、えー、遍性があるものだと思います。で、まあ、あの、戦、戦前はですね、あの、朝日チームが活躍して、活躍していた頃と同じ頃ですね、やはり剣道も柔道も相撲なども、えー、武道も交流を極めていて、いたと同じ時期になります。 で、もう少し最後にですね、あの、くっつけますと、えー、剣道ってのはやっぱり日本文化っていうのはかなり凝縮されて入っていると思います。で、例えばですね、あの剣道と柔道の違いなんかがあるんですけど、例えば柔道は今オリンピックゲームになったですね、かなり国際化してますけど、剣道やる人はほとんど、あの、 オリンピックに入りたくないという人たちが多いんですね。やはりあの、オリンピックに入ると勝ち負けだけになって、どうも日本の文化、精神が失われるという考え方が日本では強いですね。えっ、ー、と、それと同時にですね、例えば、剣道では、例えばあの、勝った、勝った相手に勝った時ですね、ガッツポーズを取るとポイントがキャンセル、キャンセルされるんですよね。 これはまたあの、武道の中でも得意なルールじゃないかと思うんですけど、例の両手を挙げてガッツでカッターってやると、その場でキャンセルされて、そのポイントはなしになるんですね。まあ、そのようなルールがまだ生きているのが剣道の世界ですね。ということで、どっかの喜怒哀楽というようなことを直接表現しないで、どっか抑制、 するべきであるというの考え方が今も生きてると思います。ということで、まあ、あのこの本なんですけど、残念ながらあのカナダ、アマゾンで手に入るんですけど、カナダでは印刷されてないみたいですね。US では22ドルぐらいで手に入るんですけど、なぜかアマゾン .ca では60ドル近い高額なんですよね。 <laughs> ちょっとあのあなたの歴史なんですけどねちょっと私も困惑してどうしていいか分かんないんですけどもちろんあのオンラインで自分で読む分にはそんなにかからないと思うんですけどまあそういうことで本の紹介はこれで終わらせていただきます、はい、どうもありがとうございました。どううもありがとございましした剣道に関して僕も全然 残念ながら知らなかったんですけども、少しなんか、えー、剣道の精神が分かりかけたような気がします。ありがとうございました、10回。えー、なんとか、皆さんあの,の協力のおかげで、えー、おかげさまで、えー、なんとか10回終わることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。